丸葉の木は、万作か丸葉の貴族に分類される、落葉帝木小高木の一種。俗名は、二つの花を意味し、種小名は、花図王族の葉に似たを意味する。和名は、葉の形態が丸いことに由来する。別名が、紅万作、花が紅色であることに由来する。中国名は、草花木。樹高は2から4メートル、樹形は卵型。葉の樹皮は、 灰白色で滑らかで皮目が多数あり、若枝は赤褐色で、毛はなく、成木の樹皮は肺褐色で滑らかで横に並ぶ皮目が目立つ。葉には、長さ3から6センチメートル傭兵がありしばしば、赤みを帯び、単葉で互生する。葉は、長さ5から11センチメートル、幅4.5から10センチメートルの卵円形、または円形。 先端は短く尖り、前縁、基部は心形、表面は緑色で、無毛、裏面は白六色で無毛で、葉脈の網目が見え、秋に鮮やかに紅葉する。若葉はしばしば赤紫色を帯びる。葉の形態は花像に似るが、傭兵はより長く、両端は花像ほど膨らまない。花は両性花で、葉の脇にごく短い花柄の先に、 暗号紫色の花を2個背中合わせにつける。花弁は5個、長さ7から8ミリメートルの線状皮心型で、星型に平らかいする。学編は、長さ約2ミリメートル。開花時期は10から11月。果実は1日果てで、当円新型、長さ約1.5センチメートル。開花の翌年の秋に、暗化色に熟し、4列して種子を出す。種子は、 長さ4から5ミリメートル、黒色で光沢がある。山地の谷間に生育する、丸葉の木日本と中国の温帯の地域に局所的に分布し、飛び地的に群生することが多い。中国には亜種が分布する。日本では本州、四国に分布するが、個体数はあまり多くない。最終表記の残存種と見られていて、長野県、愛知県尾張地方。 岐阜県美濃地方、福井県越前地方、滋賀県、岡山県、広島県秋地方、高知県などに隔離分布する。長野県の木曽谷では標高1500メートルを超える場所での分布が確認されている。1969年5月27日に長野県塩尻市集賀で新たに生育が確認された。中国では洋子湖中流域に分布する。 産地の谷間、日当たりの良い岩場などに生育する。観賞用の庭木、公園樹、苗木や花材として利用されている。日本では以下の都道府県により、レッドリストの指定を受けている。岡山県では、岡山県気象野生動植物保護条例により、2004年7月16日に、指定気象野生動植物の指定を受けた。1937年5月28日に、 広島県廿日市大野にあるベニマン作群草が不連続分布の植物例として植物地理学上貴重な存在であるとして広島県の天然記念物の指定を受けた丸葉の木のイラストありがとうございます